ヤジキタオンザロード、耳で感じる旅番組、新人旅人の中込まりこです。今回は江戸東京野菜を使った鍋を作っちゃおうという企画でして、今ですね、私現在も農産物直売所にいるんですけれども、採れたての野菜をこちらから買えるんですが、この江戸東京野菜を実際に今から畑に採りに行っちゃおうと思います。皆さん、それを使って鍋作りますからね、楽しみにしててください。行ってきます。まずですね、私の目の千里山千歳白菜あるんですけれども、はい、ものすごい大きいですね。そうですね、大きいものだと最高で10キロぐらいになるやつもありますね。うわ、普通の白菜よりも 1.5 倍ぐらいの生育の日数がかかるんですね、その分身が締まるということで、漬物なんかにはとても向いております。僕たちみたいな東京で頑張っている農家もね、いるんだっていうことをやはり PR していきたいな。そのためには何がいいかなと思って、江戸伝統野菜という名前がついている品種、これをまあ PR することによって、まあ僕たちの存在もまあもっと知ってもらえるのかなと思って。こちらの畑ではどれぐらいの量大根栽培されてるんですか？多い時で6000本ぐらい。6000本、はい、月間ですね。亀戸大根ってまだ食べたこともないですし、はい、見たこともないんですよ、はい、どんな特徴があるんですかね？直径がゴルフボールぐらい、長さはもう3、40センチ、非常に比重も軽いです。ちょっとこうなると実際に見せていただきたくなってしまったんですが、はい、よろしいですか？はい、どうぞ、はい、じゃあ、いきますよ。結構腰が腰を入れないと抜けないか、はい、よいしょ。ちっちゃい。全然想像と違いました、はい、新鮮な亀戸大根、はい、いただきます、はい、甘い。肉質が結構詰まってるような感じがします。しっかり詰まってるね、はい、私砂村一本ネギって味わったことないんですけれども、はい、ちょっとこう他のネギと違う特徴とかってあるんですか、味に？いやいや、実はこれ私まだ食べてないんです。あ、そうなんですか？まだ収穫していませんので。なるほど、はい、私ちょっと抜いてみたいんですが、今見てみてもいいですか？はい、結構ですよ。いいですか？では根っこ張ってますか？あ、結構、はい、立派なネギですね。これで、まあ、もう少しやってみてください、はい、あ、もっといいですか？はい、どうぞどうぞ。根っこ張ってますよ。でも、うん、白と緑の部分が結構綺麗に分かれてると美味しいとかって言いますけど、うん、これも結構ちゃんと分かれ目が分かれますね、うん、これから追加のお鍋の具材を買いに行ってこようと思います。無事マグロの赤身ゲットしました。さあ、これからですね、スタッフの皆さんと一緒に江戸東京伝統野菜を使ったお鍋を作りたいと思います。これあれですね、中込さんのこの努力の結晶が今すごい量でありますね。いや、私自ら畑まで取りに行ってきましたからね、楽しみですね。楽しみですね。早速作りましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。もうすぐ出来上がります。もうすぐ出来上がる。楽しみですね。うちの親指もさっきからすごい量で野菜を鍋に購入してましたね。今日は鍋奉行さんにいらっしゃる。じゃないです。出来上がりましたよ。ポイントがここからですよ。ポイントここからですか。はい、この上に、はい、すりおろした亀戸大根を乗せて、はい、乗せての、ここが中込オリジナルです。まあ、来た、これ中込オリジナルのネギマ鍋、はい、いただきます。いただきます。うん、あー、うまいな。これうまいな。いい出汁出てるね。大根おろしがまた甘いんですよ。本当だ。ねえ、うまい。一応私も野菜ソムリエなんですけれども、実は江戸伝統野菜っていうのに触れたことがなかったんですよ。あ、そうなんですから、私も実際に
その伝統野菜を栽培されている方のところに行って、はい、お話を聞いてこの野菜をいただくことができたというのは、うん、自分自身にとってもすごく勉強になりました。なので今回は東京の江戸伝統野菜だったんですけれども、あのぜひですね、うん、皆さんの地域特有の野菜にも目を向けていただいて、うん、一つ一つの野菜に興味を持っていただけたらなと思いました。というわけで、やじきたオンザロード旅人は私中込まりこでした。この後もっと鍋いただいちゃいましょうか。いただきます。